ではコンディショニングで自律神経整えていきますね。お願いします。まず股関節周りも緩めていきましょう。はい、呼吸はリラックスして吸って吐いて繰り返してやってください。私ももともとアスリートやってた時はパーソナルトレーニングをやってもらう側だったんですけど、やっぱりやってもらっているとそれの施術をしてあげたくなったんですよね。はい、はい、ゆっくり吸って胸周りが伸びてるの分かりますか？すごい伸びてます。ね、背骨も少し丸めていきましょう。背中丸めながらゆっくり起きてきます。素晴らしいです。結構肩こりがひどい方はここの僧帽筋っていう筋肉もかなり張りやすいので、伸ばしてあげましょう。痛み大丈夫ですか？はい、はい、ハーブティーになってます。わー、はい、ありがとうございます。はい、いい香りがしますね。こんにちは、はじめまして。お履き物脱ぎください。お預かりいたしますね。はい、ありがとうございます。こちらで消毒の方だけお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日はですね、ラリウムの方はトレーニングの方もやっておりますので、こちらトレーニングをするスペースになっています。はい、で少し雰囲気が変わりまして、こちらですね、スパルームになっていまして、整体のコンディショニングをするスペース、あとはヘッドスパですね、をさせていただくスペースになります。はい、素敵なところですね。ありがとうございます。どうぞ、こちら左右になります。ありがとうございます。はい、本日はご来店ありがとうございます。私たちリセット&コンディショニングサロンラリウムは代官山駅徒歩1分の場所にオープンいたしました。今は20代から70代までのお客様、幅広い年齢層のお客様に来ていただいていまして、素敵なコミュニティを作らせていただいているんですが、ラリウムは、年齢を重ねるにつれてなんとなく起きる不調、大人の不調と私たちは呼んでいるんですけれども、その大人の不調を、前向きに整え改善へと導いていくっていうことをコンセプトに、させていただいています。そのために私たちがすべきことは、生きていく上で最も、大切な食べること、運動をすること、深く睡眠をとること、このシンプルなサイクルを一旦リセットして整えていく大切さをお客様に伝え続けていくことが大切なのではないかなと考えています。よろしくお願いします。はい、じゃあ今からコンディショニングで自律神経整えていきますね。お願いします。まず股関節周りも緩めていきましょう。はい、呼吸はリラックスして吸って吐いて繰り返してやってください。股関節周りが固まると血流が悪くなってしまって、冷え性が起きてきてしまったりとか、むくみがひどくなってきたりしてしまうので、なるべく股関節周りを緩めて流れを良くしてあげますね。はい、痛み大丈夫ですか？はい、ゆっくりストレッチかけていきます。少しお尻周りまで伸びていきます。
腰が痛いとかありますか？まあ、なんか超寒い時に出たり、そうですね。なるべく腰回り、お尻回り、大きい筋肉ですね。をこうやってストレッチをかけたりとか、なるべく冷やさないように温めてあげるといいですよ。お尻周り伸ばしますね。痛いですか？大丈夫ですか？はい。ゆっくりと呼吸を吸って。今こうやってお腹が鳴ってきたじゃないですか。はい。お腹が鳴るということは、自律神経、副交感神経がすごく出ているって証拠ですね。はい。少し股関節動かしていきますね。骨盤周りを動かしていきます。痛み大丈夫ですか？はい。こういう骨盤も少しちょっとした歪みがあるだけでもね、背骨も歪んできてしまって、それこそ肩こりであるとか、不調が出やすくなってくるので、先ほどのトレーニングやストレッチで骨盤を整えていくっていうのも大事ですし、固まっているところをしっかりと緩めてあげることで整いやすくなります。ちょっとここの腰骨ですね、上骨の内側にある筋肉を少し触っていくので少し痛いかもしれないです。この鼠径部のところですね、もう少し流していきますね。少し手触っていきます、はい、もうすごく手が温かくていいですね。意外と手も疲れてくると腕であったりとか肩の方にまで筋肉が硬直しやすくなってくるので、結構スマホとか触ってたりパソコンしてるだけでも手は疲れてくるので、しっかりとほぐしてあげましょう。大丈夫ですか？そっか、はい、です、うん、はい、しっかりしてます。そうですね、指先の圧をしっかりとかけてあげることで筋肉にしっかりとアプローチをしているので、ただ単純にそのオイルで流すっていうマッサージよりかは、筋肉にしっかりとアプローチをかけて筋膜のリリースをしているっていう感覚でやっているので、やり効果は高いと思います。はい。マッサージされると気持ちいいですよね、うん、はい。この後はヘッドスパね、入っていただくんですけど、よりヘッドスパの効果を高めるためにも全身の血流を良くしてあげるっていうのも必要ですし、どこかの筋肉、筋膜が滞りがあると血流も悪くなってしまうので、そこをまず流してからヘッドスパに行くとより深い眠りに入っていただけますね。腕もほぐしていきましょう。肩こりがね、さっきあるっていうふうにおっしゃってたんですけど、やはりこういう腕周りの筋肉の張りっていうところから肩こりきていることも多いかなと思うので、ちょっと痛いですかね。大丈夫ですか？はい。もう前腕の筋肉をほぐしてあげるだけでも肩がリラックスする方も多いですね。ちょっと上の方に移動していきますね。では少し胸周りを伸ばしていきましょう。はい。
はい、いいことですね。トレーニングでしっかりと体を動かしたことによって自律神経も整いやすくなるので、そうすると皆さん結構お腹が鳴ってる方多いですね、コンディショニングしてるときは。この鎖骨の下のデコルテ周りと、あと胸の大胸筋部分をゆっくりほぐしていきます。私ももともとアスリートやってた時はパーソナルトレーニングをやってもらう側だったんですけど、やっぱりやってもらっているとそれの施術をしてあげたくなったんですよね。はい、なのでこういうトレーナーも転身してやってますけど、運動が嫌いな方とかが好きになっていただくのはすごく嬉しいですね。少し肩甲骨周りですね、内側に入れつつ、肩甲骨をちょっと剥がしていきながら内側の筋肉を伸ばしていきたいと思います。自律神経を整えるのに背骨の周りの筋肉をしっかりとほぐしてあげるとリラックス効果も高まってくるので、少し痛いかもしれないですけれども大丈夫そうでしょうか。はい、胸と背中から両方から少し入れていきますね。それで上げていきます。ここの肩甲骨がしっかり動いてるの分かりますか？今、はい、筋肉が当たってる感じですね。でもすごく綺麗に肩甲骨は動いているのでいいと思います。はい、ちょっと右の肩甲骨だけすごく下がった感じですね。こっちの肩が楽に入ってる感じです。自分も感じます。だいぶ胸が広がった感じだったりとか、背中がこう床にくっついてる感じっていうのがすごくわかるかもしれないです。はい、こっちもやっていきますね。お願いします。はい、いいですか。ちょっとデコルテ触っていきますね。頸椎ですね、首の周り引っ張っていきますね。少し肩落とします。結構肩こりがひどい方、ここの僧帽筋っていう筋肉もかなり張りやすいので、
一回飛ばしてあげましょう。痛み大丈夫ですか？うん、頭の後ろをしていきますね。けっていの付け根の部分、首の付け根の部分も張ってくると、あの目の疲れであったりとか、あの頭痛とかも取りやすくなりますね。メニューとして今日はトレーニングとコンディショニング の、 あのセットでプラスでヘッドスパのフルコースを受けていただくんですけども、あのトレーニングとコンディショニングだけの方も結構いらっしゃって、でコンディショニングだけの方は頭を触ることをしないとなると全身が整わないので、ヘッドスパされない場合は必ずコンディショニングで頭のマッサージですね、しっかり入れるようにして全身整えて。ゆっくり呼吸しますね。ではお願いします。はい。ではですね、あの今日は自律神経を整えるトレーニングをメインに、最初ストレッチングをあの入れながらやっていきましょうか。はい。体のちょっとこう疲れとかありますか？あります。あります。肩こりとか。そうするとやっぱ肩甲骨の動きが悪くなってたりとか、ちょっと背骨の動きも悪くなってると思うので、その周辺の筋肉を少しほぐしつつっていうのと、お尻周りの筋肉もですね少しほぐしながらやっていきましょう。最初この上をこうやって持っていただいて、で足少し広げていきましょう。はい。でそのままだーんとこう力を抜いていく感覚、はい、ゆっくり行うことで自律神経を整えやすいので、呼吸を吸いながらゆっくりと落としていきます。吐きながら背骨を丸めながらぐるっ吸ってゆっくり落とす、吐いて、はい、ゆっ
くり落としていきましょうか。はい、やってみましょう。で、足少し開けていきますね。そう、そのまま少しもたれかかるような感じで、はあ、おお、ゆっくり伸びてますね。ゆっくりじゃ呼吸を吐きながら少しお腹を中に戻っていきましょうか。はい、です。はい、ゆっくり吸って。胸周りが伸びてるの分かりますか？すごい伸びてます。ね、背骨も少し丸めていきましょう。背中丸めながらゆっくり起きてきます。そう、素晴らしいです。吸って、ゆっくり。そう。太ももの裏とかもストレッチがかかってきて、お尻周りもすごくストレッチがかかってくるので、気持ちよく全身をストレッチして伸ばすことができますね。はい、気持ちいいですよね。はい。痛みとかはないですか？ないです。じゃあゆっくり戻します。あと2回ゆっくり繰り返しましょう。呼吸と一緒にゆっくり鼻から吸っていきます。吐いてゆっくりと、ね、ゆっくり引いて吸って、そう、吐きながらゆっくり背骨を丸めていきましょう。はい、上手です。ここの大胸筋っていう大きい胸の筋肉があるんですけど、ここの筋肉がどうしてもギューってこう猫背であったりとか、こう背中が丸まってくると固まってきてしまうので、空気がこう入らなくなったり呼吸が浅くなってしまうので、鎖骨の下からのこの大きい筋肉をしっかりと伸ばしてあげることで、酸素がしっかりと肺であったりお腹であったりという風に入っていきやすくなります。ただ反対側のこの肩甲骨周りも動きやすくなるので、しっかり伸ばしていきましょう。で、少し足を前に出していただいて、手を遠くに伸ばします。で、そのままスーッとこう太陽を見るようなイメージを持っていただいて、呼吸を吸って、少し手を前に吸って、大きく伸びる。で、吐いてと縮める意識を持って、大きく動かしてみましょう。少し前でいきましょうか。で、そのままずっと遠く伸びます。いいですね。少し肘を曲げていきましょう。そうです、そうです。で、少し胸を上にスーッと、そうです、上げる感覚ですね。ちょっと伸びていきましょう。大きく後ろに引っ張ります。大きく伸びて、そうです、そうです、そうです。戻します。もう一歩だけ前に行きますか。ちょっとワイヤーの強さが弱いのかもしれない。これぐらいどうですか？はい、いいですね。伸びてる時に呼吸を大きく吸ってあげます。吐いて、そう、吸って遠く伸びるように、吐いて、はい、吸って遠く、吐いて、最後いきましょう。いいですね。はい、最後、はい、上手です。上のグリップを少し持っていきましょう。で、後ろを、足を軽く広げてしまいます。で、このまま両手で持っていきましょうか。呼吸を大きく吸って、吐きながらひねりながら体をツイストするような感覚ですね。深く呼吸を入れて、お腹周りを絞る動きと、あと背骨の回旋を意識してやっていきますね。はい、少し動きが難しいので、背骨動いてる感じありますか？はい、これ肩甲骨がね、内側に少し動いてくることで背中のラインも綺麗になっていきますね。そうですね。あとくびれの部分もしっかりと入ってくるので、背中もしっかり整ってきます。はい、せーの、肩を少し下に引いていきましょう。そうです。はい、じゃあゆっくり戻してですよ。ちょうど肩甲骨の間から少し動かす意識を持って引きましょう。ゆっくり戻しましょう。痛みないですか？大丈夫？はい、じゃあそのまま引いて、
戻します。上手です。はい、せーの、ここですね。そう、はい、して、じゃあ次はちょっと胸のトレーニングと大胸筋をこうストレッチかけていく動きを入れていきますね。はい、胸のストレッチをすることで、あの背中も緩みやすくなりますし、あの呼吸がすごく入りやすくなっていきます。はい、では少し前に出てもらって、手を真横にスーッて伸ばしましょう。で、大きく外に広げた時に呼吸をで吸います。で、吐きながらふーっと前に吸って、気持ちよく胸が伸びている感覚、少し後ろで肩甲骨が寄ってる意識ですねを持ってもらうと、あのしなやかに動いてくれます。こう肩甲骨からこう大きく羽を羽ばたかせるような意識を持って動かしてみましょう。じゃあ右手持ってください。じゃあ左手です。はい、では少し足広げていきましょう。はい、じゃあ手を遠く伸びますね。はい、大きく吸って、吐きながら前に持っていきましょう。そうです、そうです、そうです。意外と難しいですか？大丈夫ですか？はい、ちょっと体がね、うん、やってますか？そうですね、私の場合はもう3歳からずっとあの運動をし続けていて、水泳をやってたり、バレーボールをやったり、陸上競技をやったり、アスリートをずっとやっていたので、体を動かすことが当たり前になっちゃってて、そうなんですよ。あの28歳までずっとアスリート競技をやっていて、でそこからあのこうトレーナーに変身したんですけど、もうすぐ40になりますが体はずっとキープしていきたいなと思うんですけれども、やっぱり日々の習慣ってすごく大事なので、あの疲れてる時こそ体を動かしてあげるとすっきりもしますしね。はい、運動をライフスタイルに取り入れていただける人が一人でも増えたらいいなっていうふうに思ってます。じゃあ次はちょっと体側ですね、体の外側を少し伸ばしていくのと、胸の周り、肋骨周りを少し動かす胸郭と呼ばれる部分を少し広げたりとか閉じたりしながら、深い呼吸を入れていきましょうか。では手を横についていただいて、そのまま足を外側に伸ばします。で、右手をゆっくり持ち上げて、で遠くに伸ばす感覚でぐっと気持ちよくストレッチ、ゆっくり吸って戻す、吐きながらふーっと遠くに伸びていく意識を持ってもらって、はい、ここの肋骨部分が伸びることによってしっかりと酸素が肺に入っていくようになるので、深い呼吸ができるようになってきますね。あとバレエのね、バーレッスンしているような意識を持ってもらって、自分がね、あのダンサーになったような意識を持っていきましょう。そうですね、で手を上にスーッと持ち上げて、でそのまま少し伸ばしていきます。そうです、そうです、そうです。久しぶりのストレッチですか？呼吸を吸って、そう、胸と背中に空気を入れていきます。吐いて、で遠く伸びていきましょう。そうですね、全身リラックスしながら吐いてですね、少し右の腰を遠くに遠くに伸ばしていくような感覚です。吐いて、どうでしょう、伸びてる感じありますか？で遠く伸びる、吐いて、はい、最後一ついきます。指先まで遠く伸びていきましょう。はい、じゃあゆっくり戻してください。はい、でしょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。こちらハーブティーになってます。わー、はい、ありがとうございます。いい香りがしますね。おいしい。I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video, we came to one of the amazing places I have ever been to on this channel. It's called
Larium located in Daikanyama area. The area is so beautiful. There are so many shops around. And also the salon, spa, I don't know how to call it, but they have a training session. And there is a chiropractic and head spa, which is so unique that their concept is getting healthier, both physically and mentally, which I really, really admire. And they also focus on improving health and sleep. As you notice, when I was getting head spa, I was in pajamas and real futon, and which is so kind of cozy and feels and just like at home, except you are getting this amazing head spa and all that. And first you can get personal training and also chiropractic session and head spa. Those three, today I got those three menus, but usually people get training and chiropractic. I think their number one menu is getting training, personal training and chiropractic and head spa. Those are because connected to each other. Also, we will come for the facial next time on the other day, and it's just right next to this place, so you can get facial session too. I'm not very active person, physically kind of training or yoga person, but I really, really respect who does it, and I admire, like, also the instructor. He has started doing athlete from 3 years old and until 25, and from 25 she became personal trainer, which is so cool. You can't believe that she's 40 years old, and I thought she was almost same as me. So I was like, that's the power of being active, being taking care of yourself, and just living healthy lifestyle. So she opened this place to focus on healthy lifestyle. So that's why personal training, chiropractic, and head spa all in one place, which is amazing concept. They have so many nice products for head spa, for scalp care, and also there is a machine that stimulates the scalp. You can try that one and you can purchase it. Also, I got CBD scalp treatment. I slept like crazy. You can also come to train to get a personal training monthly, weekly, so it's totally up to you. So I really recommend you improving your sleep and your lifestyle. Also, the place is so beautiful, so aromas and everywhere. Also, the staff are so friendly. They are so energetic. There is a special discount for only my Twix subscribers when you mention us, and you will get this drink for free. It's herbal drink that slows down premature aging and improves metabolism, and it's clinically approved drink that is called NMN drink. It's only available in this place. It actually costs 2,200 yen, but it's for free if you mention us. But you should get one of them, personal training, head spa, or chiropractic session, so you can have this drink for free. There is a discount for everyone automatically, but if you mention us, you will get this drink for free. If you are interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and book your reservation, and I will see you in my next video. Bye!